驚愕イポルギュニアを脱出と先生からダメ押しまで全て演出。日本代表は11月21日、北中米ワールドカップのアジア2次予選第2戦でシリアと対戦。この一戦に右サイドで先発した伊東純也が出色のパフォーマンスを見せた。32分の久保建英の先制弾、37分、40分と上田綺世の2ゴールをお膳立て。後半に入り、菅原のフリーキック弾で4-0として迎えた82分、背番号14は巧みな右足アウトサイドパスで細谷の代表初ゴールを演出した。聞いたことないよ。やばすぎるやろ。マジでな、伊東純也最高。マジですごい選手だと思うよ。伊東純也半端ないって、あいつ半端ないって。自慢の足で両サイドを切り崩して4アシストするもん。そんなんできひんやん、普通。だけ、純也コンビはやばい。だって J さんだから。チャンネル登録よろしくお願いします。